ーストステージ。片思いはもう嫌、アニグラに恋し続ける釧路っ子。札幌予選大会優勝、佐藤彩香21歳。札幌予選大会を制し、ようやく優勝できました。大粒の涙をこぼした彼女、その涙に秘められた思いとは。港町釧路に生まれ育った佐藤さん、少女の頃ある悩みを抱えていた。友達がいない。中学校とかも全然友達いなくて、一人でやっぱアニメを見るっていう漫画を読んだり。それで高校上がってから結構そういう人が周りにいて、アニソンカラオケとか行くようになって友達ができたんです。アニソンに救われた少女はやがて恋に落ちた。それは私のためにある大会だなと思って。その相手は全日本アニソングランプリ。2年前の夏、彼女は思い切ってアタック。いつもアニソンに元気をもらってます。私もそんなアニソン歌手になりたいと思ってます。しかしウェブ審査に選ばれたものの決勝進出ならず、翌年も思いは届かなかった。2回も落ちたらもうダメなんじゃないかって、3回目ってあるのかなって思ったんですけど、それでもこの恋だけは譲れない。この大会で優勝したい。そこまでそう思えたのはやっぱりアニソンだからっていうのはあるの。そうです、絶対に。彼に振り向いてもらうためひたすら自分を磨いた。ラフだった服装はミニスカートにポニーテール、可愛らしく女の子らしく。コンプレックスがあって鼻声なんですよ。コンプレックスだった歌声は自分に合った歌い方と楽曲を見つけることであえて武器にしようと頑張った。どうですか？まだまだですね。こうして変身を遂げた彼女は3度目のアタックで予選大会の壁を突破。あの自己流でやっぱりあそこまで伸びてきたっていうことは非常に評価に値すべきことじゃないかなっていうのは感じました。それでもまだ彼女の恋は片思い。夢のアニソンシンガーへ本当の戦いが今始まる。好きだよ。本当に好きなんですよ、うん、ねえ、女子の決意みたいな曲が ね、うん、ですね、含まれてる歌ですよね、はい、さあそれでは得点を見てみましょう。どうぞ。79点。かなりの高得点が出たんじゃないでしょうか。出ましたね。札幌予選私審査させていただいたんですが、はい、あの時に本当に飛躍的に、うん、あの自分を表現する表現力がものすごく上がっていたので、伸びてきたところが今日も十分出ていたと思います、うん、はい、僕としては非常に嬉しかったです、ね、セカンドステージ。セカンドが一番本当は聞かせたくて、皆さんに。3度目の挑戦で掴んだ決勝の舞台。
何より聞かせたかった歌で勝負をかける。何を見つめ、何を信じ、何を感じているの。大会こう落ちて這い上がってきたというその心意気というか、そういったところを少し感じられたので、僕は一番に会えて、本当に裏で聞いててもうすぐ分かりました。そうですか。はい、すごい。ステージでは決して笑顔を絶やさなかった。だが涙が止まらなかった。アニグラに恋し続けた佐藤さんの思いは田中さんへと引き継がれた。